おはようございます。おはよう。どうもお疲れ様です。遅刻してすいません。誠にすいません。おはよう。遅刻した理由語っていいですか？12時前には起きてました。ですが、12時3分から放送できなかった理由として、お腹が痛くて、わかります？生理的な現象。この時間帯になっちゃいました。本当にすいません。だからケツ吹かずにね、今放送出ている状態です。冗談です。ただ本当にお腹痛くてトイレにこもっていたのは本当なんで、そこら辺ご了承ください。まあ、僕はね、最近遅刻が多いんですよ。それって怠けてるんじゃないかとか、そういった類のことを言われると思うんですけど、別に怠けてないし、で僕はちゃんと配信時間を配分を決めてやってるんで、なんて言うんだろう、まあ、リスナーさんの希望に沿ってできてるかわからないけれど、頑張ってるつもりです。だからこんな俺を応援してほしいです。お願いします。で今日はね、歩こうと思ったんだけれど、やっぱり今日は天気が悪くて歩ける、まあ、環境じゃありません。で、今日日曜で佐藤さちゃんが休みなんだよ。だからデートもしなきゃいけないっていうのがあって、明日歩きます。すいません。延期延期で。明日歩きます。で、僕は見ての通り、イベント出てません。だからイベント利用のために、大阪環状線を歩くといった所業に出るつもりはありません。シンプルに、罰ゲームとして受け入れようと思ってます。ここら辺は評価できるんじゃないかな。イベントの利用のために大阪環状線歩くといったものではなく、シンプルに罰ゲームとして歩く待機。これは、オーパルすごいじゃんって思いませんか？似合わないけど、やるよ。めちゃくちゃ似合う。鏡よ鏡、世界一綺麗なのは、誰だ？俺だー！ありがとうございます。世界一綺麗なのは、僕です。ありがとうございます。あれ？眠り姫のこれ物語って鏡よ鏡って言うっけ？言わないっけ？自分に甘いって、明日歩くんだから、その自分に甘くないでよ、俺は普通に。なんかね、最近俺に対して、まあ甘いとかそういった類のことを言う人たちが多いんだけれど、僕は人生において甘い人生を歩んだことない。茨の道。児童養護施設からずっと厳しい道を歩いてきた。お前らとは一般的に違うんだよ、もともと。苦しいことからコツコツとやってきたんだよ。だから、お前らみたいにのうのうとね、お母さんお父さんがいた時代に生きていきた人間じゃないんだよ、俺は。わかる？親いないよ、親なし。父ちゃんはもう本当に最低な親父だったし、もう離婚してて、もう今は会ってるけど、もう幼少期の頃から会ってない。お袋はもう死んじゃってる。お袋がうつ病で入院しててね。で、おばあちゃんとかで暮らしてたんだけど、おばあちゃんも鬼おばあちゃん。ね。ひどいおばあちゃんだったよ。ガバイおばあちゃんだよ、お前。
そんな、ね、生活をしてて施設に預けられて金なくてね、それで今ここに至るんだから、相当厳しい、ね、生活を受けてきたよ俺は。そうでしょ、香典詐欺なんてしてないよ。香典詐欺したのおばあちゃんね。いい加減にして。自分だけ苦しいと勘違いしている痛いやつ。俺は自分だけ苦しいとは言ってないけれど、でも楽してるとか甘えてるという言葉に対してはちょっとムッとくる。だって一生懸命生きてきたんだから、誰にも頼らずね。そこに対してはムッとするよ。配信だってそうだよ。配信一本で飯食っていけるかわからない博打に俺は勝ったんだよ。言ってることわかる？ごめんね、自分の話ばっかで。やるんだけれど、炎上ニュース。僕は二択あったんだよ。建築業の仕事をやるか、配信業をやるか。配信業を取ったんだよ。何も投げ銭もない時代に。そこで、これだからね。僕の人生最大のギャンブルだったね。博打で。配信か、建築業か。配信頑張るために300万もらったよね。だから頑張ってるよ。分かってる？じゃあ行きます。おはようございます。ふわっちニュースキャスターのほもりです。この放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日、何があったのかな？昨日、何が起きたの？それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントはやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。ありがとうございます。たくさんね、皆さんの声援が僕にとってここに突き刺さってます。ありがとう。僕ね、リスナーさんいて本当に嬉しいと思うし、リスナーさんがあってこその僕だと思ってます。すいませんね、喋りながら充電させますね。口だけじゃなくてね、だからこうやって、ね、厳しい言葉も僕にとって励みになります。ほんまにありがとね。じゃあまず早速一つ目のニュースからいきますね。いきます。ふわっち社会的ニュースです。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私はピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。ふわっち社会的ニュースです。まず一つ目の社会的ニュースは、なんとですね、ピンクニュースないです、はい、残念ながらこんなニュースがありました、狛江くんとポーカー行ってないって、しつこいな、命かけるよ。狛江くんとはポーカー行ってません。命かけます。いいですか、何回言わすんだよお前。はい、暴露も何も、本当に狛江くんには
ポーカー行ってないんだもん。これは命かけれるよ。本当に。バレてるも何も、これはマジで行ってない、ポーカー。お金は、養分に2万。ね。あ、養分に3万。小前くんには2万だよ、お前。間違ってます。小前くんから5万借りてないから。だからその時お金が下ろせなかったんだよ、入り用でね。だからその時にそばにいた人たちに借りたんだよ、2万。だから全間違ってんだよ、お前らの情報。ちゃんとした情報言って。間違いすぎ、情報が。ポーカー行ってないし、マジで小前くんね、小前くんとなんかポーカー行ってるってなってる。行ってないから。いい加減にしろよ。あの、じゃあ、養分に聞いてみればいいじゃん。ね。パルパルと小前くんと養分と香川さんでポーカー行ったんですかと。養分が答えてくれよ。行ってないって言うよ、多分。間違った情報をね、言ってるやついるけど、それ間違いだから、いい加減にしろよ。はい、命かける、命、命かけてやる命。もしそれで言ってたら俺死んでやるよ、小前くんとポーカー言ってたら。意外にしろよ、ハト。じゃあいいですか、言って。ふわっち社会的ニュースです。死んでくれよ、まず謝れよ、僕たち間違ってましたと。ですか、すいませんね、僕たち間違ってましたという謝罪、謝罪を要求するよ。謝ってよ、間違ってるんだから。早く謝れよ、お前言ったやつ。間違ってました、早く言えよ、間違ってましたって。とっとと死ねよ、こいつ通報して、こいつ。通報。とっとと死ねよって言われたから、こいつ通報してください。これだからさ、なんか嘘つきと言うと嫌なんだよ。ブロック入れるか、今日は。ちょっと嘘つきオンリーのリスナーいらないからね。ちょっと NG モードに入ります。ちょっと僕もね、堪忍袋の折ってものがあるんだよ。だからこういう嘘つきは NG 入れてきますね。はい、冗談抜きでガンガン入れるわ。ちょっとあの、僕はね、楽しく配信をやりたいんだよ。それなのに嘘をついて嘘ハトを飛ばしたりとか、嘘をついたり人間関係を悪化させようとする勢力がいる。そんなやつはいらないじゃん。じゃあもうブロック入れるべきだよね、完全に。そうでしょ。ブロック言うよ。もうブロックしていくから。ぶち込むよ。俺の人差し指がうなるからね。うなれ、人差し指に。じゃあ、早速一つ目のニュースからいきますね。はい。ふわっち大炎上ニュースの、外部情報版、ふわっち社会的ニュースです。これは驚きました。なんと海外のニュースなんですけど、ワールドニュースです。盲腸入院生活暇です、点滴が飯。点滴か、お腹いっぱいにならないでしょう。ワールドニュースです。こんな事件があったそうです。
なんとですね、ライブドアニュースからボクシング58歳のマイク・タイソン VS ユーチューバーの兼ボクサーに0対3で判定負け。タイソンは2005年6月にケビン・マクブライドに6回 TKO 負けして以来、エキビションを除くと19年ぶりの公式試合のリング、年齢などを考慮した結果、試合は1ラウンド2分に短縮されたんだけど、マイク・タイソンが負けたそうです。はい。タイソンがね、もう年だね。怪物・タイソンが負けちゃいました。で、ツイッターの方でタイソンにめっちゃ1億円、2億円かけた人が、ブチ切れてテレビをぶっ壊すね、動画が上がってた。で、それだけマイク・タイソンが勝つなと思ってたらしいんだけれど、負けちゃったらしい判定で。うわぁ。まあ58歳だからね、年には勝てないよ。はっきり言うけれど。ね。もう体力がないんだって。だからこれは仕方ないことだなと思うよ。年齢には勝てない。だから俺もさ、配信でね、こう年齢が増えてくるにつれてさ、衰えが出てきたら、俺も引退なんていうこともあるからね。だから今俺であるこの若いうちを楽しんでほしい。配信を引退する可能性もあるからね。みんなこれからも応援よろしくお願いします。じゃあ次のニュースいきますね。58歳ってことは、要するにさ、もうリリーさんより年上ってことでしょ？そらお前負けるよ。老人痛めてるだけじゃん。ね？違う？老人だよ、ただの。58歳なんて。勝てるわけないんだよ。リリーさんより上なんだから。で、愛子さんより上。ね。昨日、愛子さんが、ワンワンとしきちゃんの無加工画像をさ、晒して、めっちゃ警察沙汰になったらしいね。愛子もね、相変わらずすごいね、イカれてるね。ワンワンブチ切れたらしいよ。TikTok でしきちゃんとか、綺麗な顔してるんだよ。ワンワンもそうなんだけど。だけど、愛子が外部の、その TikTok やってて、その TikTok の無加工を外して、外側から映してたんだよね。そしたら、もう化けの皮が剥がれたってことで、閲覧2000人ぐらい来たらしいよ。相当ね、湧いたらしい。あ、それ見る？後で。見ますか、じゃあ。じゃあ次行きます。次が、いや、本当に世の中、ネットフリックスでさ、地面師見た？あ、待って、これ何？これ。え？これ。あ、白髪か。びっくりした。なんかネバネバみたいなの出てんのかなと思った、これ。あ、こっちか。これなんだ、これ。白髪か。昔風の髪型でかっこいいでしょ、これ。これからこうします。で、話戻すと、ネットフリックスで地面師見たことありますか？はい。こういった事件がリアルでもあるそうです。すごいね。あるんだね、やっぱりこういうのが。別の事件にも関与か、地面師の71歳の男、逮捕。横浜の不動産売科目で、約1億円詐欺の疑い。男は地面師グループの一人で、所有者の運転免許証などを偽造し、不動産会社に提出していた。この事件では、土地の、売買契約時に、地主になりすましていた男も逮捕されているということです。要するに、ネットフリックスの地面師っていうのは言い過ぎじゃないぐらい本当にあったリアルな話ってことですよ。1億円詐欺です。それを本当に詐欺ってるんだから。
すごいね。まあ前からね、なんか地面師が有名なね、不動産屋にね、騙して金取ったっていうのあったけれど、さらに他にもやってたってことだから、だから何件か騙してんね、これね。いや、極悪女王も面白いんだけど、地面師もね、面白いじゃん。ハリソンね、積水ハウスね、それ。積水ハウス騙したもんね。すごいよね、本当に。積水ハウス地面師事件55億円だよ。それ本当にやり遂げたんだから。正直、もうかっこいいさえもあるもん、犯罪だけれどね。やられた方はたまったもんじゃないけれど。この55億円は、だって一部しか返ってきてないからね。残りの50億円のうちのお金は返ってきてないからね、ちなみに。正直ね。まあそういうことですね。機長にタイトル変えなくていいの？ってことですね。パルパル機長さんのこと知らないのって聞いてる？うわぁ、マジか。俺ね、機長さん、何も知らん。何があったの、機長さん。ちょっとごめん。機長さん知らないね。ちょっとわかんない。いつの話、その機長さんっていうのは。長さんが暴露されてた？そうなの？いやー、忖度じゃないんだよ。知らないんだよ。イキリストが詳しい？じゃあちょっともういきなり、ふわっち、大炎上ニュースです。ちょっと機長さんの、暴露があったということで、ちょっとイキリストに電話します。あ、誰かと通話してるわ。待って。なんか歯が痛い気がする。気のせいかな、これ。歯が痛いな、これ。虫歯か？ガンガンしてる、今。なんだ、これ。いや、奥歯が痛い。この虫歯？これ、めちゃくちゃ痛い気がする、歯が。あ、イキリストが来たわ。あ、翔平さんお疲れ様です。何で翔平なん？あ、イキリストさんお疲れ様です。お疲れ様。どうした？俺ね、機長さんの話全然知らなくて、で、イキリストが知ってるってコメントで流れたの、政治家イキリストかって。そう、暴露したけど。その暴露ってのはイキリストがしたの？ちょっと聞かせてもらっていいですか？すいません。まず夜中配信してたら相談が来て、DM 来て、なんかその話聞いてたら、その機長とのセフレ関係をやめたいと。で、そのなんか毎会ってセックスするだけの関係をやめて、普通にリスナーとして応援していくからやめたいんですけど、これイキリストさん、なんかそう相手に伝えるのいい方法ないですかみたいな言われた。なんか言っちゃうと気まずいしみたいな。で、俺はもう速攻、いや、もうこれ暴露させてって俺が頼んで。あ、もう口説いたんだ、それ、暴露させてって。で、いや、もうイキリストさん、ほんまやめてください、絶対言うでしょみたいな。で、どん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 機長のこと匂わしていってたら、もうコメント欄がもうバレて。ああ、なるほどね。感覚的な意味で。で、全部暴露して、その LINE の内容とかも、全部晒したの？
全部1から10まで晒して、うわで夜見てない、朝見られへん人もいるから夜またやんねんけど9時から。あ、そうなんだ、9時からやんだね。精子飲んでとか。え、嘘だよ、それ嘘でしょ。ほんまやって。え、機長さんがその女の子に精子飲んでっていう LINE のやり取り。そう、嘘だよ、ほんまやって。精子じゃなくて精子、精子、精子。さあ、バル、面白いのがさ、はい、めっちゃおもろい話だな、これ。みんな爆笑するよ。え、これいいの聞かせてもらって。ナイス300で言います。ジェーン、そうだろう、いいよ、エキちゃん。 LINE のやり取りも爆笑した部分があってね。え、なに、もう爆笑よ。爆笑ネタがあるってこと。うん、ナイス300で言う。わ、でもすごい、もう聞きたくて、みんなナイスめっちゃ押してるわ、これ。うわ、300いっちゃったわ。あ、じゃあ言います。いいですか。なんと、あの機長さん、その女の子とね、そういう関係を持つときに、まあ政治がよく家に入り浸ってたでしょ。あ、あったね、あったね。で、あの人ね、政治がデリヘル行くのをペットカメラで監視して晒した。その過去を持っているのに、なんとその女との LINE のやり取りで、政治にマジで帰ってほしそうな、ニュアンスのと、そういうニュアンスが取れる LINE を女としてて、もうめちゃくちゃ政治の存在が邪魔そうでした。うわ、セイサーこれ。だからセイサーちょっと町田に帰れないみたいな書いてたんだ、タイトルで。そう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 、面白いラインでしたよ。うーわー、じゃあ機長さん本来せいさんのこと邪魔だったってことだ。そう、本当は女呼んで、セフレ呼んで、政治リスナーさんから会えてもらってさ、閲覧ももらってんのに。そうでしょう、やつはいらないと。もう本当に邪魔で邪魔で仕方なかったってこと。政治は飲んでほしかったけど、うん、政治は出て行ってほしかったみたい。嘘でしょ。これは、女性の方はもう、もう、出演する予定なの、ちなみに。いや、女性の方は出演したんよ。あ、したんだ、もう。夜中に。ああ、してて、それでニュアンスで、貴重ってなったのか。これな、何が問題になってるかって言ったら、別にリスナー抱くのもいいよ。うん、ああ、それはね。おお、もちろん。これ何が問題なんだってみんな気になってると思う。よし、そう。ちょっと、わかんないんだよね。何が問題か。わかりやすく言っていいですか。ちょっといいですか。ナイス500で。嘘でしょ、要点いいな、これ。よくわかんないよね。何がダメなのか。気になるよね。こんなに問題なのか。うん。だって、別に、ほら、男と女の関係っていうのはフリーだし、うん、全然全然、そこで炎上、何も問題ないと思うでしょ。炎上することなんてないからね、シンプルに。なんでだ？あれじゃやばい、500いきそう。え、ああ、やばい、あと29いくわね。いいのこれもらっちゃって。やばいやばいやばい。嘘だろい。あ、やばい、あと10。うわ、来たー、500だ、すごい。じゃあ説明します。はい、お願いします。何が問題か。ええ。まずね、機長さん、その女性に、口止めをしてました。え、どういうことで。初めに LINE で暴露されるのは嫌だ、うん、バレたくないと、はい、政治にも内緒にしてほしいと。和政治さんにも、うん、もちろんね、はいはいはい、で、まあ、要は本人はこれがバレるのが嫌だ、うん、それはなぜかというと、うん、まあ誰でもわかりますよね、課金が減るからですよ。そうね、やっぱりファンがね離れちゃうよね、そんなん見られたら、うん、そうそうそう。でプラスこれね、その後取った行動がダメなの、機長の。え、どういうこと。これもし暴露されて、うん、その相手に対してヘイトを向けるっていうのは、うん、まあ間違ってるよね。はっきり言って LINE 見て女も女やし、機長も機長やと俺は思った。そうだね、そうだね、うん、まあ、普通精神飲んでとか言わんし、まあちょっとね、それはね、
恥ずかしいことだよね。機長が取るべき行動っていうのは、うん、確かにやりました。で、自分 の, その暴露されるような行為をしたのは自分です。それを申し訳ありませんでした。が、うん、一番スマートやと俺は思うよ。はいはいはい。違うかな、パルス、パルス。いや、そうだと思う。だから、ちょっと、男らしくないよね。うん、だってその女性がなんで暴露したとか、うーん、まあまあ暴露はしてない、俺が無理やり暴露に持って行っちゃったから。ちなみに女性はなんでイギリスに相談したんだっけ、どうしてそのきっかけだっけ。パルさん、うん、その質問めちゃくちゃありがたいです。いや、そう、俺も気になっててきっかけなんだろうと思って、なんで言うこときっかけでしょう、うん、それも LINE につながるんですよ。え、どういうこと。発表したいけどいいですか。え、いいんですか、ちょっと聞かせてもらって。これ7人の小人のアイテム飛んだら言います。7人の小人のアイテムね。アイテムは飛ばないよ、ちょっと、いちゃ、俺飛ばないよ、いや飛ぶだろ、飛ばないよ7人の小人は。投げるでしょ7人、もう至り尽くしじゃんこれ俺。あー、小人来た、ありがとうございます。いや、誰だろこれ。あー、ちょっと待って、これ名前言っていいのかな。いや、やめとくか、これはちょっと言えないわ。じゃあ、その匿名さんにね、ありがとうございます。じゃあ言います。はい、お願いします。その女性、僕も知らなかったんですよね。前に僕のことをフォローしてくれてたんですよ、うん、はい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 。で、その機長と女の子の LINE のやり取りで、イギリスをなんでフォローしてるんだ、怒りマーク外せと、はいはいはい、その会話があったんですよ、うんうんうん、で、要は、うん、機長はイギリスをフォローしてることが気に食わなかった。ああ、 LINE でね、そのやり取りがあって、で、うん、お前フォロー外せよと、うん、もう僕は知らなかったよ、そんなフォロワー一人一人わからんやん。まあね、確かに、もう、うん、で、あ、俺のことフォローしてたんだってなって、してた人がね。で、その最近そのセフレ関係にもうなりたくなくて、もう興味もなくなってきた、でもリスナーとしては全然応援するよっていう時期になった時、トーク内容も LINE の数も減ってきた時に俺をブロック解除して、うん、今日たまたま相談来た。なるほどね。だから要は、まあ、うん、誰でもそうなるやん。あ、この人イキリストのこと嫌いなんだ。まあまあそうだね。あの、ちなみに、うん、PDF、 LINE の PDF ね、うん、保存用に花屋に送りました。さっき小人で2人ぐらい投げてくれてたんだけど、1人は言えないけど、はい、匿名さんで、もう1人は花屋さんからです。ありがとうございます、花屋さん。すいません。いや、ほんまにやばいね、これってことで、花屋もその詳しい内容を知ってるってことなんだ。そう、一応俺の暴露のその PDF とかは保存用に、消されてもいいように全部花屋に送るようにしてんのよ。ちょっと待って、もうそこまで対策してるの。保存用みたいな感じで。いや、もちろん、もう送ってきた瞬間に花屋に送り返す、送るんよ俺は。そうでしょう。そう、だからいつも花屋は起きたら、なんだこれはってなってる。じゃあ花屋がバックアップだ、これバックアップ。いや、でも内容やばいよこれ。で、これを今日の夜の9時ぐらい、そう、もう一回見せようかなって。うわ、ちょっとそれ俺見るわ。ちょっと見てなかったから、それは助かるわ。グロいから。え？グロい。グロい？その LINE も出してくれるの、それは。今、ま、出すの今。いや、じゃあ、9時から、9時から。あ、出すよ。ああ、それ見るわ、じゃあ。もう出したいけどね、朝。朝ね、寝てるからね、気づかなかったわ。で、夜のゴールデンタイムにやろうかな。わかりました。じゃあみんな、ちょっと夜の9時からやるらしいんで、行ってあげて。でも、はい、パルちゃんのナイスが777いかないとやります。いや、いいよ、もう。777なんていかないよ。無理か。777いったら絶対やんねんけどな。777いかないよ。もうあと167だから、かじゃあちょっと魔法の言葉使っていい？ちょっと待って。相沢嫌いな人ナイスください。嘘だろ、相沢さんまで巻き込んでいくな、これ。キャリー嫌いな人もナイスください。嘘だろこれ、もうすごいオンパレード。まあ、いっちゃうこれ。あ、やばいやばいやばい、なんでもいっちゃうこれ。あ、来たこれ。
嘘だろ。いや俺こんなもらっていいのかな、これ。いきちゃんありがとうね、これ。ありがとうございます。夜9時にやります。夜9時ね、みんなイベントやってるからさ、パルリスもさ無料だけ投げてあげて、俺出てないから。うん、じゃあそういうことで、ありがとうございます。本当にまた、はい、いつでも電話ください。最後なんか言うことあるでしょ、なんか。あ、言っていいの？言いたいかったらどうぞ。次いつ ATM なってくれろってことですね。はい、まあそういうことで、僕ちょっと本当に知らなかったんだよ、機長さんの件は。そんなえげつないことになってたんだね。え、これ夜のだから朝方の方にやった放送なんでしょ。寝てたわ、マジか。うん、彼はいつも言うんだよ、ATM 豚だと。でもさ、イキリストも優しいよね。仲間の味方のうちは心強いよな。おお、こんなさ、だから仲間のうちはその優しいんじゃない、やっぱり。敵になるとややこしいけどな。あ、先生寝ないかな。せいさん、お疲れ様です。お疲れ様です。あのせいさん、僕ね本当にキャスター一つで失格で、せいさんに叱られたいんだけど、はい、俺機長さんの件全然知らなかったんだよ。はい、ちゃんとすいません。そこそこら辺はちょっとタイトルがちょっとまとえてないなと思って。あ、すいません。でも今、はい、ようやく理解できたんで、これが一番閲覧取れます。今のところこの話題にしたら閲覧一番取ってます。はい、さっきタイトル変えた方がいいですよ。いや、もう本タイトルはもう変えないです。本タイトルもうこれでやっていこうかなっていう、もうこのまま。ああ、で先生さん、はいはい、まあ、さっきキリストと電話して直接もう全部聞かせてもらったんですけど、はい、機長さんの暴露があったっていうことでいいですか、これ。そうなります。しかも誠さんがすごく傷つくような暴露ネタだったと。どうなんですかね。これに関して誠さんは町田に帰ろうかどうかっていう部分で、本当は帰る予定だったけど、はい、帰るの気まずいっていう感覚っていう、ちょっと気まずくなっちゃった。やら、僕がいると女遊びができなくなってしまう。はいはいはい、そういうことが分かりましたので、ちょっと邪魔なのかなと。ペピットカメラで先生さん監視されてて、僕はね、デリヘル行く時に、おしゃれしてね、うん、お風呂入って、はい、おしゃれしてこっそり出ていくところを、ペットカメラで録画されて、それを配信でさらされたんですけど、こんなことしてますよって、サバリスさんみたいな、いいんですかみたいな感じで晒されたんですけど、機長さんも裏ではそういうことをやってたのが分かりました。ああ、ちょっとそこら辺が、はい、お前もやってんじゃないかって。でちょっと帰るのが気まずくなってます。ああ、別に関係を悪化したわけじゃないでしょ、仲間として。そうですね。で電話もしました、機長さんに。してないです。なんで、いつもならするじゃん誠司さん。機長さん朝から配信回してたんで、うん、多分疲れてると思うんで。ああ、寝てる可能性があるってことで、はいはい、あ、気遣ってあげたんだ。はい、でも誠司さん、はい、俺が聞いた限りで言うとイキリストからね、誠司、はいはい、さんがもうずっと居座ってて、はい、まあそのニュアンス的には邪魔的なことでいいのかな、これは。まあでもその女の子がすごい僕の確認をしてましたね、必要に。ああ、そうなんだ。誠司さんはいるのみたいな。はいはいはい、お家行きたいんだけど誠司、うん、さんいるから行けないよみたいな。会いたいんだけど誠司さんいる、なんて誠司さんに言って外に出るの、うん、みたいな感じだと思うんですよね、その女の子もね。ああ、そうなんだね、うん、じゃあ機長さんはその女の子の部分で、はい、まあ、ちょっと誠司さんが邪魔だっていう的なことを言っちゃっただけなんだ。
いや邪魔とは言ってないと思うんですけど、ね、まあ、多分邪魔っていうか、イキリストさんが多分これ邪魔だと思われてねえかみたいな解釈だと思います。はいはいはい、あ、多分まあ邪魔だろうみたいな、お前帰れ大阪にみたいな感じで、まあ受け取ったんで、ああそうなんですね。女の子も僕のこと邪魔とは言ってないです。ああそうなんですね。まあでもいる的なことでね、うん、まあ、長かったですかね、3ヶ月以上いましたから。ああ僕はそう空気読んで大阪に帰ればよかったんですよ。なるほど、ね、分かんなかったらそういう話しないんですよ僕、機長さんと。だからそれってさ、まあ、ポップ入れるわけじゃないんだけど、信頼関係築けるってなかったってことじゃない？そうですね。ペットカメラで監視されたり、はいはい、言えなかったりっていうのがあるから、はい、多分、うん、だから話し合った方がいいかもしれないね、裏で、はい、今後は言うようにみたいに。そういう話しないんで。ああ、じゃあせいさん、はい、町田はいつ帰るの？ちなみに。とりあえず車が置いてあるんで。あ、そっか。そうなんです、荷物もちょろっと置いてあるんで、うん、一回取りに行かないとバッテリー上がっちゃうじゃないですか車。確かに確かに。はい、だから一回明日帰ろうかなと思ってるんですけど。え、明日帰るの？はい、だからすごいタイミングで暴露入ったなと思ったら、明日帰るって言ってたんですよ昨日から。あ、そうなんだ。もうそのタイミング的にはタイミングが悪すぎるんですよね。うんうんうん、気まずくなっちゃってちょっと。でも会わなきゃいけないもんね。はい、めちゃくちゃ面白いじゃん。機長さんちの家の鍵もあるし、うん、合宿がこれ終わるんだったら鍵返さないといけないしね。じゃあせいさんはさ、その3ヶ月間に座ってたじゃん。はい、機長さんがちょっともう帰ってぐらいは言われたこと。言われないんですよ。おー、優しいね。はい、でもやっぱ腹の中ではこう邪魔だったのかな、こいつがいると女も家に呼べねえみたいな。だからちょ、あれじゃない、やっぱり生産空気読めなかったっていうか、あの生産リスターさんにも相手もらえてた、で女の子もあったというその性的な欲求と。いやでもそのバルバルさん、それはね、うん、僕も機長さんリスターさんがアイテムをいただいてますから、それは言わないでください。で欲求が狭間にあったんじゃない、だから言えなかったっていうのことじゃないかな。うん、あの機長さんリスターさんも優しい方いるんで。いや、みんな優しいよ、本当に。そこはもうね、お互いウィンウィンだと思います。うん、はいはいはい。でご飯も作ってくれて、うん、じゃあ怖かったのかな、洗濯もしてくれたりしてね。うん、ちょっと待って。僕はあの環境的にはすごい良かったです。だけど、うん、こう長くいすぎたのかなと。待って、全部機長さんが洗濯物もしてくれてたってこと？うん、でご飯も作っててくれてて、はい、そうですそうですそうです。掃除もしてくれてたってこと？そうです。そら、はい、そらやるよ。やりやりになっちゃうよね。せいさんのパンツまでパシッパシッってやって干してるんでしょ？はい。あれはもう家政婦の機長ちゃん、ただの自分の家なのに。まあ、でもで僕のリスナーさんも機長さんにはすまんなっていう意味で、ね、いやそういうことね、優しいね、はい、政治リスナー優しいからね、うん、はい、なるほどね。僕もいただいてたんで申し訳ないなと思ってて、はい、そんないつもお世話になってるね機長さんに。確かに確かに、はい、で結果的にさ、まあ、帰ったとして、はい、コラボは見れるんですか、はい、機長さんとの。いやちょっと考えようっすね、どうしようかなと思ってて。いやちょっとコラボしてほしい。でどんな会話するのか見たいね。気まずいですね。気まずい、はい、先生気まずいなんて関係ないでしょ。だっていや気まずいです、今回のはちょっと気まずいです。長くいすぎると、女遊びがこうねできなくなると。でも女の子にも気使わせてしまう。自分の家より機長さんの家の方が居心地いいんでしょ、正直。そうですね、あの僕パチンコが好きなんですよ。ああはいはいはい。であそこ機長さん家から近いグランキコーナーってあるんですけど、うん、そこを好きで、そこくっついつい通っちゃうんだ。通っちゃうんですね。じゃあせいさん、パチンコの名前近場のやつ言って大丈夫それ？あ、大丈夫ですね。あ、そうなんだ。はい、うん、でそれについつい行っちゃうんだね。はい。ああなるほどね、はい、ありがとうせいさん、めちゃくちゃ有意義な情報でした、はい、ありがとう。すいません、うちの機長が。いや機長さんは、まあ変わってないですだよね。で終わるんじゃない、はい、ただ今日夜の9時からまたイキリストが、はい、やるらしいけれど、はい、だからまたこれ機長さんイベント出てんのかな。出てないですね、終わったばっかりです。ああそっかそっか、はい、だからちょっと放送しばらくできないかもね機長さん。でもこっち大阪来てからもう2週間ぐらい経つのかな、多分1週間ぐらい。ああそうなんだ。結構いるんですよこっちに。香川さんの誕生日の 前日からいるんで大阪に。本来なら8日6日ぐらいからいるんで
結構、ね、あの僕一人で大阪頑張ってますよ。本来ならセイさんの家は大阪だからね。はい。機長さんがまるでホームみたいな。6日ぐらいから来てて大阪。まあ確かに頑張ってるね。頑張ってますからね。確かに確かに。はい。はい、でも機長さんがセイさんの家じゃないからね。はい、で気まずい感じでしょ。気まずいです。あとそうね。あと機長さん聞けばセイさんぐらいだから。はい。あのいろいろと聞いてあげてほしい。はい。もう友達としてね。精子の件もね聞いてほしいです。はい、ありがとう精子さん。だからまた精子の精子よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。無限の彼方へ、さあ行くぞ。笑ってこらえて、いや飲めんの勝手。ちょっと俺も 言おうとしたやつちょっとグッとこらえたこらえたのに精子さんが言ってくれたわ。今グッとこらえたんでこれ言ったらちょっと悪いかなと思ってぐってこらえてどうしようかなって考えた時に飲めんのかって出ちゃった。ね、あのもうこれ俺正直言うと巨人の坂本さんいるじゃん、ケツ穴確定なっていう言葉あるじゃん、それと同じ引いたと思ってる。うん、だからやっぱスーパースターはイケメンスーパースターこういうこと言っちゃうんだよ。普通さキモいおっさんとかキモい男が言う言葉じゃん、イケメンに限って言っちゃうんだよこれ。バカだよね本当に。あのプロじゃない、あのプロなんだけど配信に関しては、ただその後のその立ち回り方が下手っぴくん本当に。機長さんはアフターもそうだけれど女性に対してのあのまず LINE にキモいことを書くな残すなだよ。いくらセックスしててセフレであったとしてもそれはただのセフレでしかないんだから、いつ切れていつ暴露するかわからないんだから、精神飲んでとかそういうのは書いちゃダメだよ。下手っぴすぎる。LINE に何書いてたんだ、だから寂しいとかね、それだったらまだわかるじゃん。うん、証拠を残すような LINE をしちゃダメなんだって。でそれはそうよ本当に。そうなんだよ、俺はもう経験してるからね、スケロクちゃんの件で本当に。だから俺は LINE するときはいつもなんて言うんだろう、そういったあのなんて言うんだろう、なんか LINE とかしないもん。うん、だから佐藤さちゃんに今日はムラムラするエッチしたいななんていうのは送んないもんね。うん、いや信頼してないとかそんなんじゃなくてね。でもさ、どうなんだろうね、機長さんって定期的に年に3回ぐらい暴露されるよね。もう機長さんチンチン切るか。もうそのチンチンがあるからこういう暴露があるんだよ、性的なその関係性っていうかね。切っちゃった方がいいんじゃない。そしたら機長さんリスナーさんも、うん、そうだねって落ち着くと思うしね。うん、いや機長さん出ないんじゃない、まあ、一応かけてみるか、まあ、出ないと思うけれど、でもちなみに機長さんは、あ、7人の小人ありがとうございます、あ、ありがとう、さっきくれたね鏡を鏡の方。あの聞きたいんだけど、機長さんってさ、まあ、ツイキャスで放送してるじゃん、でキリストの暴露と重なってた、で鳩飛んでた、めちゃくちゃ。ちなみにうん、めちゃくちゃ飛んでた、あ、飛んでた、笑ってた。今機長さんかけてる、あ、出た機長さん。はいはい、あ、ちょっとごめん、せいさんじゃん、これ普通に間違った、先生すいません、また電話し、ごめんなさい。はい。あの、いや、さっき機長さんに電話しようと思って、俺機長さんのボタン押したら、先生の電話にしちゃってた、これ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。すいません。じゃあ、もう一回いいですか。先生でした。あ、先生さん。先生。先生。無限の彼方へ。あ、行くぞ。笑って。こらえて。先生飲めんの勝って言われたわ。
たまにあるんだね、これバグね。機長、こうか。出ないかな、機長さん、俺の電話には。出るかな。特に配信者の方ね、暴露されるようなことはやめましょう、本当に。字幕でやるだろう。いや、多分せいさんの電話出るんじゃない。俺の電話は多分起きてても出ないと思う。うん、多分せいさんかな、出るとしたら。なんで精子をね、飲ましたいって言っちゃうんだろうね。だから変態なんだよ、機長さんは。あんなクールな顔してるけど、多分ものすごいエッチするんじゃない？とんでもないエッチをするんじゃないか。だからドSなんだろうね、これ。ん？養分がどうしたの？なんて？養分にも説明しろ？ちょっと養分来た？どこどこ？あ、養分の説明しますね。僕もね、本当寝てて気づいてなかったんですよ。ヨブさんも気づいてないらしいんで言いますね。昨日、イギリスト枠にとある女性と通話していたものが公開されたんですよ。で、その通話していた女性がとある配信者のセフレだったということで。で、そのセフレだった、相手が配信者ということで、その配信者が機長さんだったということです。で、その女性の、まあ、部分の暴露によると、まあ LINE とかの方でもイギリスとか届いてて、その画像とか晒したらしいんだけれど、機長さんが、精子飲んでくれとかね、とんでもない気持ち悪い文章の LINE を、女性の方に送っていたと。で、っていうことで話題になってたということです。で、さらにこれは、邪魔とは言ってないんだけれど、せいさんが、機長さんに3ヶ月間ぐらい居座っていたんだよ。で、その居座っていた状態で、まあ、ニュアンス的に、まあ、女の子と機長さんの会話の中で、せいさんいるの？みたいな。ちょっと、まあ、邪魔だね的なことは言ってないんだけど、なんか、まあ、その、なんて言うんだろうな、いらない的な、その、なんて言うんだろう、もういいでしょう的な LINE のやり取りが、その会話の部分で揉みほぐされていたってことなんだよ。だから、みんなからすると、政治邪魔だったんだな、みたいな感じになってる。あ、電話してって来てるコメントで。電話するか、要文に。寝てるんだよ。朝方朝寝てるんだよ。この時間帯。だからリスナーさん送ってよ。俺寝てるからさ。朝の何時くらいに放送してたのそれ。もしもし。あ、ヨウさんお疲れ様です。おはよう。おはよう。いや、今起きた？うん、今起きて、うんうん、パルちゃんの見たら、なんか精子がなんとか、お前がなんとか何がどうとかって書いてたから。あ、はい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 。まず俺は何があったんだと、うん、まず駒井くんの件に関しては、駒井くんがポーカーをやったって言ってるから、俺ポーカーしてないと、命かけるっていうことを言っただけであって、お、でポーカーはしてないよねっていう話だけなんで、ね、ああ、それは養分も多分ポーカーはしてないよね俺ら。はい。で、その次が、まあ機長さんの話なんだけど、
その貴重さな部分で、今日イギリスとか朝方の7時頃なんかセフレ相手と貴重さんの会話をしたんだって。その時に放送をやってる時にやってて、で、その内容の暴露が、機長さんから LINE で精子を飲んでほしいという LINE が来ていたというものが暴露されたと。で、精子さんこれ3ヶ月間ぐらい機長さんにいたじゃん、ずっと。その時になんか、まあ邪魔とは言ってないんだけれど、スタンス的にはもうちょっとそろそろいなくなってほしい的な、みたいな会話が LINE の方で書かれていたと。だから、まあ、それを見ていたリスナーさんは明らかに邪魔扱いしてるっていうことで、まあ、なってる。まあその邪魔というふうに捉えてるリスナーさんもいれば、そういうふうに思ってないリスナーさんもいるけれど、大丈夫、そりゃそうだろう。え？半年ぐらいいるんだと。いや確か3ヶ月、あ、まあそうだ、合わせて半年間ぐらいいるかな。だからで、せいさんもちょっと不満漏らしてて、なんかペットカメラでせいさんがデリヘル行く前になんかいろいろと着替えたりとかしてたやつをなんか配信でさらされたんらしいんだよね。で、機長さんも裏でお前セフレと会ってんじゃんみたいなこと言ってたね。うん、自分もしてる的なね。ってことで、ちょっと政治と機長さんの関係に歪め、絆が、ひびが割れたって感じかな。絆が生まれたんだね。絆が生まれてない。割れそうなんだよ。そういうことが今日朝方あったらしい。で、夜の9時ぐらいからイギリスとかまたやるらしいから、それで見たら分かりやすいかもしれない。結局、いつも通りってことでしょ。いつも、みんな言うよね、いつも通りって。だって いつも通りじゃん。だからすごいよね、機長さんでどっからセフレというものを取ってくるんだろうね。彼はね、モテるんですよ。いや顔もかっこいいしね、イケメンだし、うん、彼はね、暴露されればされるほど強くなる。そうなんだよね。リスナーも飛ばず、アイテムがさらに上がるんですよね。だからまたこれも強くなっちゃうんじゃない。また強くなるだろうね。だからもう、なんだろう、機長さんは暴露された方がいいかもしれない。だから今隠してること全部言った方がいいかもしれないね、逆に。女関連はそうだね。だから俺は氷山の一角だと思う。これの暴露のおかげで他にも女の子出てくるんじゃないかなと思ってるよ。まあ彼は彼女いないですからね。まあね、まあね。でも精子飲んではさすがにリスナーさんもドン引いてたけど、男なら精子飲ませるだろう。まあそうなんだけどね、 LINE で残しちゃダメだよね。でもね、やっぱり分かんねえけど、だって俺 LINE で精子飲んでとか言わないもん。でやり取りがキモかったらしい、じゃあ前回も彼はね、キャバクラにね通い詰めたおっさんみたいな LINE するんだよ。あ、そうなんだ。パンパンだよって。なんかあったな、それ。今回は精子飲んでよって言ってたのか。やっぱちょっと機長やっぱおじさんだね。そうだね、あのクールボーイだけど、そのやっぱり年が俺より上だからね。おっさんだわ。30何歳だっけ。6歳か7か8ぐらいか。いや、おっさんだそれもう。ほぼ。なるほどね。ということがあったってことですよ、おさん。ありがとうございます。いや、こちらこそ。ヨウさん、ネタにしてください、放送の。はい、またイベント出てるの？出てるよ。あ、みんな応援してあげて、ヨウブンさんに。いつもお世話になってるんでね、うちの社長が。お願いします。じゃあ、ヨウさん、いいですか。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。割って。こらえて。精子飲めんの！勝って！ってことですね。もうこれからさ、ネタにしようとするネタがもうちっちゃく見えちゃった、これ。ちっちゃくなっちゃったな。もう言いたくないぐらいあるもん。
ね、もうしょぼくなっちゃうわこれ今回の暴露で。ちっちゃくなっちゃうな。どうしよう。まあいいか。うん。本当にこれ本タイトルだったわ。はい。飲んだことねえ女なんていねえ。いやそうなんだけれど、言葉に出すとあかんよねっていう。そのセックスとかも正直さ、もう恥ずかしいことじゃんね。2人のエッチを公開してできるわけじゃないからね。だから言葉に残すとキモくなるよねってことで、それは男の願望としては精子を飲んでほしいっていう人が大半だと思う。それはね。ただやっぱ文字のやり取りしてる部分でそれが公開されるとやっぱ見慣れない言葉だから、やっぱりなんか感じ方っていうのがやっぱ過半数を超えてね、気持ち悪いになるよね。うん。で大半が精子飲んでほしいと思ってる人多いと思うよ、男の人は。え？思うよね。思わないか？でまたギャップがあるじゃん。機長さんでイケメンだしクールだから。そんなこと言わないだろっていうさ、それを言ってしまったという部分が、それがね、やっぱイメージが違ったんじゃない？俺はね、そう思う。うん。飲んだことないです？プロに言ってください。あ、まあまあね。え、でも好きな人だったら女の子は飲めるんじゃないの？好きな人だったら。好きな人、悟空みたいな。あ、無理なんだ。え、プラチナさん何？飲めません。あ、すいません、ちょっと申し訳なかったです。まあそれは汚いもんね。尿道からだもんね。よくよく考えると おしっこだもんね。うーん、飲めないよねそれは。はい。あれは飲み物ではありません、ガーネーシャさん。でも飲んだことあるんだ、ガーネーシャ。で、その、いや、もちろん女の子は飲みたいっていうのは、その、美味しいとかそんなんじゃなくて、男がすごく喜んでる姿が見たくて、飲みたい。じゃあ、あ、これ聞きたい。ね、これ聞かせてほしい。ごめんね、キモい会話するんだけど、男の好きな男の人のチンポを舐めたいっては思う？これ、心理的に女性どうなの？舐めたいのはある？好きな男の男性だよ。これはもう本当に教えてほしい。うむっつるスケベバカ野郎が、絶対嘘だわ。うん、これはむっつるスケベバカ野郎だよ。思わないって言ってるやつ絶対好きな。俺だって好きな女の子だったら全然舐めれるもん。セックスってさ、汚いもんだからね。はい。佐藤さんちゃん、質問に答えてほしい。ちょっと開けてどうぞ。好きな人のおちんちんは舐めれますか？そういうことですよ。はい。3センチしかないだろう。どうでもいいわ、3センチと。さ、逆にさ、女の子も舐めれるって言ったよね、さっき。うん。言ったよね。言ったよ。好きじゃない。いや、お前初期の頃舐めまくったよな。おい！お、初期舐めたよな。嘘つけなよお前。
失礼しました。じゃあサクッといきますか。はい、もうちょっともう正直もう完全燃焼しちゃったんでね、あとはもう本当にごめんなさい、もう機長さんの件ですごすぎてパクパクっていきます。ペニー横田さん、退学、なんか退学になったそうです。かわいそうに。で、あのハイホーさんの方で見ました、定額から退学に繰り上がったそうですね。あのビデオの販売も停止へって書いてるんで、はい、停止になっちゃったのかな。うん、あのゲイビデオに出演したペニー横田さんが、まあ晒されたんですよ。それを、まあ、学校通ってる彼は、定額になっていたんだけど退学になったそうです。かわいそうに。まあでもゲイビデオ出たぐらいで退学にする学校もどうかと俺は思うけどね。高校生じゃないよね、大学生だよね今確か。何がダメなの、何がダメなのって分かんない、何がダメか。あ、定時制だ、ごめん、定時制らしい、うん、え、高校生だよペニー横田って、大学生だと思ってた俺。え、高校生でゲイビデオ出てたの、やばくね。それはやっぱあの販売元出せれないよね。あ、19歳の高校生なの、だから出れるのか。最下だからさ、留年してるって言ってたわ。でもやっぱ高校生のさ、モノホンの高校生のゲイビデオは燃えるんじゃない、ゲイ界隈では。はい、ゲイビーね、うん、でも今時ゲイビデオなんて売ってるとこあるんだね、うん、今時ね。ゲイなの、いやなんかお金が欲しくてゲイビデオに出演したらしいよ。でも販売停止になってるから販売停止になったんだよ。13万ぐらいのお金だったらしい。これも返さなきゃいけないのかな、ビデオ販売停止になったっていうのは。これペニー横田のせいだっつってさ、イチャモンつけられて、え、返すのこれ。え、じゃあマジでやられそうんざん。じゃあ次行きます。はい、次がね、あ、これね、あの昨日実はマサヤンが閲覧1600人超えてて、金梅さんの件ですね。あの昨日野田総理が車椅子を渡す放送をしたらしいんです。で、まあ、車椅子を渡す放送というか配信外なんだけど、その後の放送だったんだけど、その渡し方がちょっといろいろとね、あの話題を呼びました。あの面会を社説されて、面会は限定の人しかできなくて、それであの車椅子だけ渡すという形になったそうです。はい、で会えなかったらしいね結局ね。車椅子乗った動画は送られてくる予定らしいけれど、でその内容があまりにもやっぱりミザリーということらしいですね。あの真央ちゃんが金梅さんに対してあまりにも情報公開を しなさすぎると、で真央ちゃんが過剰に、金梅さんに対して、まあ過保護みたいな感じのね、まあ、過保護というか何て言うんだろう、まあ、その真央ちゃんの視点的なツイートでみんなに情報を与えてる状態なんですよ。はい、で、内容としてはこんな感じですね。ですね、まず金梅さんがこんなツイートをしてます。みんなが勘違いしすぎてるから一回だけ策略の説明しとくと、概略か、概略の説明しとく。入院してるのはかなりでかい病院、ここの会長はとてつもない権力財力の持ち主だろう。一般病棟でも、院内は撮影動画、録画録音禁止、入院終わっても病院で名前出すのは禁止。理由は簿記がインフルエンサーだから。
電話が入りまくって業務に支障が出る。約束破ったら即退散。数百万単位の訴訟もあるからね。これは別に特別なことではなくというね、長い文をこう病院に対してバレないように配慮してるのはこういうことだよっていう説明なんだけれど、これが、あまりにも金牌さんらしくないってことで配信会の重鎮たち、配信者たちが騒いでます。例えばこの方、ヨウム伊藤さん、これは長年付き合いある簿記でも金梅さんゴミに根を使うイメージはないし、チナも使わないし、訴えられそうなら話題に出さないと思う。梅さんっぽくないな。そもそも携帯を金梅さんはなくさない。あの人は常に大事なものは自分の隣に置いとく人だからと。だから携帯が3日間ね、なんかできなかったのはなくなっていたという説明を入れてるんだよ。はい、明日の方で、ね、書いてるねこれね。ほとんどの病院このルールだと思います。こんな状況下で病室の画像だけ晒せば解決とか、ライブやれとか解決とか簡単言われたら無理だから。たまにツイートしてるんしてんだろうが、ちなツイートが途絶えたのは3日間、携帯なくしていたからということらしいですね。金梅がライブなんて書かない。そう。で、他の配信者たちもこぞって、養分も言ってるんだけれど、他もこんな書き方する人じゃないっていうふうに言ってるね。で、その一人がマサヤン。マサヤンはそんなことないよって言ってた、否定をしていた人間なんだけれど、マサヤン自身は絶対金梅さんじゃないと思うんやけど、わら、というふうに、マサヤンも違和感を感じてるんだよ。だから今回の金梅さんのこのツイートに対して違和感を感じる人間たちがいっぱいいるということです。だからこうなってくると、いよいよね、金梅さんはこの世にいなくなって、真央ちゃん一人の、ね、ストーリーが出来上がってんじゃないかというふうに言われてますね。あの、真央ちゃんが殺したとかそういうのはなしで、シンプルに金梅さんが危篤したと。それか、意識不明。だからその部分で金梅さんのことを維持しなきゃいけないっていうことで、真央ちゃんが、ストーリーを作ってね、やってる可能性が高いんじゃないかというふうになってますね。まさしくミザリーです。だから死んだんじゃなくて意識不明かもしれないね。真央が金梅の中の人。で、野田ゾーリさんに対しても、なんか、これはね、びっくりしたんだけれど、ですね、これ本当かわかんないけど、おはようございます。今日は車椅子が届きます。野田さん、ゆうなさん、ありがとうございますと。野田さんの話によると、真央さんが指定した場所に車椅子を置いて、速やかにその場所から離れるのが条件のようです。理由は、尾行を防ぐためとのことですということをね、野田さんが言ってたらしいです。でも結局なんか野田さんは車椅子をちゃんと持ってたらしいね、病院の方に。ただ面会はできない限定だっていうふうに否定されていけなかったってことじゃなかったっけ。はい、病院行ったんでしょ野田さんは、配信外でね、ゆうのくんと。あ、ゆうのは亀有に置いたと。そうなの、病院には行ってないのか。じゃあ、でゆうのくんと野田さんが行ったから、ちょっとゆうのくんにちょっと連絡してみるね。怖いねこれね。徹底してるよね。あれ、ちょっとなんで合わせないの、ちょっとゆうのくんの LINE が出てこないなこれ。野田さん寝てるからね。どうなんだろう、
てないな、これ。ゆうな、嘘ついてる？マオとかも会ってないんでしょ？怪しい？ X の画像も消してる？なんかいろいろ消してるらしいね。だから考察画を読んでるね、これは。どうなのかっていう部分で。みんなどう思う？これは。免除さん、え、ジム行くの？今日デートじゃなかったっけ？じゃあデートなしね。金梅のアカウントから来た LINE、 俺は緊急連絡先になったけど緊急事態、え、今日だって日曜だからジムなくね。いや俺さ、お前がデートがあるからっつって俺イベントさ今日本当に出ようと思ったけどやめたんだけど、デートするって話だから俺いるんだけれど、お前嘘つきじゃん。あのさ、今からスタートダッシュ遅れてるから無理だよ。今そういうモチベーションじゃないから、ほんと自分勝手だよね。もう二度とお前でデートせんわ。行けよ、とっとと。なんで怒ったの？怒るに決まってんだろ。そんな怒ることじゃなくない？あ、ビッグボーナス、噂のあるさん、ありがとう。じゃあスタートダッシュ。イベント出てないです、今。ありがとう、あんた、噂の。アルさん、元気してます？うわ、スノーホワイト、ナイス！うわ、ファンタスティックマッツ、うわー！やばすぎる、噂のアル社長！アル社長、ありがとうございます！いいんですか、こんな豚野郎に！マジで？なんでこんなくれるの？おー。ありがとうございます。スノーホワイトハートありがとう。うわ、すっごいわ。噂の R 社長、マジでいいんですか、こんなもらって。やばいんだけど。これバグってない？ちょっと待ってよ。君が止まらない。アラブ石油大発、噂のある社長っていうのはかなちゃんの旦那さんよ。で、ちょっとしばらく配信お休みするわって言ってたんだけど、今日から活動かな。いや、おかえりなさい。R 社長、おかえり。佐藤さちゃん、もう行けよ。もう R 社長のおかげでもう機嫌直ったから俺。いや、イベントって出てないから今。さ、いい加減にしてよ自分。俺、お前のためにイベントやめたんだけど。自分勝手だよね。ファンタスティック、まだ続いてるの？嘘だろーい。どないなってるんだよ、俺、マジで。R 社長、なんか宝くじでも当たったろ、これ。やばすぎるって。どないなってんの？何発飛んでんの、これ。150発飛んだよ。待って、1位になったわ、プラチナ A。 うわ、こんだけ出てジャックポット出ないの？舐めてるわ。でもありがとうございます。君が今日のアラブ石油大発、今夜君がトップ 1R 社長、キュンキュンキュン、ウルトラハイパーミラクル、ある社長しか勝たん、キュン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 、ウルトラドンチキナイス。ある社長最高。山田見てる？昔からね、投げる人なんだよ。だからどっかでめちゃくちゃ金入ったんだろうね。
おお。佐藤さんちゃん、デートいいのね。わかりました。じゃあ行ってらっしゃい。よくわかんない子だね、本当に。ね、朝行っちゃったよ。まあいいんじゃないかな。彼女は彼女の人生あるから、多分男だと思うよ、シンプルに。だってさ、日曜日ジム行ってなかったもん、彼女。昨日もジム行ってるし、なんかジム行くというふうに口実使って誰かとデートしに行ってるわ。だからもういいよ、俺もそういうことなら。うん、日曜日行ってなかったからね、ジムに。もう冷めきった関係だからね。だから噂のある社長がめっちゃファンタ投げてくれたから、ものすごく今心が保ててる、うん、俺正直これ花火飛んでなかったら俺殴ってるもん。なんで行くのってパチンって。噂のある社長に感謝しなきゃいけないよ、佐藤さちゃん。俺殴ってるね、完全に。じゃあ話戻すね。金梅のアカウントから来た LINE ということで、俺は緊急連絡先にはなったけど、緊急事態応急対策拠点施設ってなんだと。そんなもんになった覚えはねえぞと。そもそもこれが金梅本人なら6年前に魔王30代と言っていい金梅が俺にこう言ってくることはありえないんだよね。金梅は自分で魔王がおばさんであることを発信していたんだからということで、便所さんでこんなね、なんか変なツイートをしてるわけ、していたわけよ。で、なんだろうと思うわけじゃん。そしたら便所さんが、金梅さんが絶縁していたということが判明しました。それはこれですね。おはよう、お前マオのことババア呼ばれしていた、見るみたいだなと。緊急事態応急対策拠点施設だけじゃなく絶縁だと。絶縁になりました。これは金梅さんです。俺にわかる。やっぱ意識あるんじゃない。難しいよねこれ。金梅さんじゃないかな、これは。これ見て俺は確信した、生きてるなと。マオだろこれ。マオちゃんなのこれ。わかんない、ミザリーだね。どうなんだろうね。お前って言わないと思う。ああ確かにバイさんの LINE でお前って書かないわ、イメージ的に。マジで金梅さんじゃないかも。あ、言わないわ。バイさん便所、そのお前とか言わずに、マオのことババ呼ばれしてんだろって言うわ、お前なしで。それか便所さんが金梅さんでも何でもない人間で LINE でやり取りしてるか。それもワンチャンあるよね。それ かないか。ミザリーは名作だよ。相当嫌いなんだな。まあそういうことになるよね。まあ難しいね、これに関しては。はい。なんか、何なんだろう。どうしたいんだろうね。デートしたくて帰ってきたのかな。でも帰ってきてるよ、なんか。まあちょっと謎を呼ぶ、話でした。金梅さんの件は。はい、どうなってるのかね、これ。やっぱ真央ちゃんと会える人間じゃないとダメだね。
で、さらにね、気になる、あ、スノーホワイトの、プレゼントありがとう、これ高いアイテム。ああ昨日、佐藤さんにね、投げてくれた方ですね。ありがとうございます。喧嘩しちゃっていますけれど、僕は別に佐藤さんのこと嫌いじゃないです。ただ、佐藤さんが僕のこと嫌いで浮気してます。はい。なので、そこら辺ね、あの佐藤さんによく言っといてください。じゃあなんで帰ってきたの今。浮気してないからやめてよ、それってわざわざ言う。浮気だろ。だってさ、こんなすっぴんのボサボサ髪でさ、浮気すると思う。見せてみろよ。見せてみろよ、じゃあ。すっぴんボサボサ顔。恥ずかしいな。大丈夫、隣俺の写真差し替えてるから。お前の顔がどんなにブサイクでも、俺の顔で半減される。本当に？うん、大丈夫。やっぱ可愛いじゃん。ねえ。今可愛かったね、普通に。女の子だったね、今。あんな、ボサボサ顔だとか言って、全然可愛かったよね。化粧してたよね、しかも。怪しすぎでしょ、そんなもん。はい。行きな、行ってきていいよ。いや、デートしないよ、ちなみに。デートしないからね。デートしないからね、お前。デートする気にいると思う。俺。行かないからデートしてね。いや、しないよ、俺。デートしてね。しないよ。してね。してないって。動物園行こう、動物園。行かない。動物園ふざけんな、動物園ふざけんな、お前の都合に合わせるな。だってパリちゃんのために行くのやめたんだもん。いや、行かないよ俺。デートしてね。行かない、舐めてる普通に、うん、舐めすぎでしょマジで。ねえ、そうでしょ、舐めすぎっしょ。まあ、じゃあ次のニュースいきますか。次がこれ心配ですね。ですね、この方です。大丈夫かなこれね。三枚目光る、もうダメかもしれないツイートしてる。昨日の深夜12時にね。はい。光に連絡してみるね。うん。何が、いや、わかんない。何がっていうのは。光もね、メンヘラだからね。いや、データしないよ、ふざけんなって話だよ。トレーニング行くなら行けよ。あ、ヒカルお疲れ、早い。お疲れ。ヒカル、俺さ、昨日 LINE 見ちゃって心配しちゃったんだけど、うん、もうダメかもしれないってツイートがあってさ、うん、大丈夫か？いや、きついよ。どうしたの？何があったの？いや、最近さ、うん、やっぱ閲覧も伸びないしさ。あ、そっち？うん、アイテムも飛ばないしさ。そんなことないでしょ。アイテムは本当だよ、結構カツカツで、うん、カツカツの状態なの常に。そのさ、うん、閲覧っていうのは平均閲覧いくらなのよ。いや、もう最近80人とかだよ。100切ってるってこと？100切ったってこと？100切る、いつも今も130人ぐらいだよ。いや、ヒカル、ポテンシャルあるんだからアクティブにやらなきゃ。いや、アクティブにやってんだよ。結構県外も行ってるし、この間韓国行ってきたしね。なんでだろう。あのね、俺ヒカルの足りない部分ってさ、やっぱあの一人というよりコラボした方がいいんじゃないかなと思う。ヒカルって昔コラボしてて、そこでヒカルが盛り上げるっていう体制だったから、
コラボしまくった方がいいんじゃない、誰かと有名な人とね、せっかく人脈あるんだから、まあ、配信者とコラボは全然してないのよ。そうでしょ、うん、一人だとなんかのほほ旅みたいになっちゃってるからね、うん、であとそのと相手も飛んでないって、え、聞いちゃっていいのかな、その月収どれぐらいなのよ。いやそれはちょっとあれだけど、うん、でも結構ほんとビビったらもうマジでギリギリだよ。そう、ツイキャスだけ、うん、ツイキャスだけだけど、まあちょっとヤバすぎて昨日からふわっちやり始めて、うん、ちょっと今なんか昨日からデイリーイベント始まってるんだよ、白雪姫アイテムみたいな。あーあるねあるね、うん、だからとりあえずなんかそれで1位目指せばポイントもらえるじゃん。あ、1位になるとこれポイントもらえるの。そう、なんかそのデイイベのやつだから、うん、だからそれをちょっと今日からやってこう、昨日からやってこうっていうので、うん、今やり始めてる感じかな。おー、みんなちょっとヒカルのこと応援してあげて、ちょっとこれ今ツイキャスふわっち、今はツイキャスだけど夕方からふわっちやる、夜12時までまた。あ、そうなんだ、うん、おー、だからもうダメかもしれないなんだ。そうだね、やっぱなんか長時間やっぱ配信やってるけど、うん、アイテムがやっぱ飛ばなかったりとかさ。あー、わかる、きついよね。俺も長時間やってアイテム344円とかあるもん。あるある、やっぱある。俺もなんか1日16時間とかやるから、うん、それでも飛ばない時あるもんね、やっぱ。あー、ついな、それは。そう、でもさ、そのお金気にしてたら配信もブレるしね。そうなんだよ。あー、これどうにかしてあげたいけどね、俺も金ないからな、これなかなか難しいよね、ほんと。うん、でも、あー、パル応援者アイテムありがとう、これ、うん、あー、ありがとうございます。だから、うん、光昔みたいにはっちゃけなよ。まあ、うーん、昔の光はさ、ね、ポストね、光ずっと光だったじゃん。うん、あのみんなで想像できないかもしれないけど、光はね、ゼロワンがまだ目が出る前のゼロワンだったんだよ。うん、言い方ちょっとねおかしいけれど、炎上して盛り上げてたんだよ、めちゃくちゃ金梅さんと一緒に連れ添ってね。知ってる人なら知ってるけれど、閲覧だってツイキャスいつも2000人とか1000人を超えてたんだよ。かましにかましてたんだから。まあね、で結婚してからちょっとおかしくなっちゃったけどね。まあ落ち着いていくからね。うん、いや店じまいって、その店じまいすることもないよ、これは。まあちょっと模索はしてるよ今、うん、なんかね、どうにかして新しいものを切り開けないかなって、うん、だツイキャスのパチンコ配信とかやればいいのに。まあやりたいんだけどね、その資金すらもないっていうね今。直拓さんは、いや、さすがに無理だろ、その200万円の件とかあって。あ、そっか、さすがにさらにさ、ちょっとそこは違うやろ。さ、倒れる人はもういないのかい。うん、あ、難しい、本当しんどいなこれな。まあね、うん、あ、ミズニアンさんとかはって。ミズニアンとも連絡取ってないし、全然やってないでしょ、うん、ミズニアンも配信。あ、やってん、あ、ランちゃんがやってんのか。そうそう、多分ね、ミズニアンほとんどやってないんだよ。裏方回るとか言ってたね、なんかね。まあね、うん、やってるのか、あの光、うん、やってるんだけど、うん、閲覧低すぎて見つかってないだけだわ、水谷は。あ、そういうことね。そうそう、やってるんだって。うん、そっか、じゃあよかった。でもそのもうダメかもしれないっていうのはそういうことなんだね。まあでもそのもう配信者がね、たどる道だからさ。まあね、うん、だからどうにかするしかないね、これは。うん、うん、ありがとう。じゃあ頑張ってね、応援してる。うん、何かあったら連絡するよ。うん、無限の彼方へ、さあ行こう。笑ってこらえて、閲覧あげれんの勝って。ヒカル大変だな、ヒカルも。ねえ、どうすればヒカルの閲覧伸びるんだろう。俺も人のこと言えないけどね、昼だけだしな。でも光の足りない部分って何なんだろうな。
なんか光面白いけどね、普通に見てて。うん。俺は光はさ、やっぱ誰かとつるんでコラボした方がいいと思う。相乗効果でね。だから仲いい配信者とか探したらいいと思うよ。パルが一番は嬉しい。もう好き。付き合っちゃうか、俺と。あなたで。誰かと言わないけど。ねえ。別れるよ、もう、佐藤さちゃんとは。君と付き合うよ。もう、直拓いないから、ネタがない？ああ、直拓さんとは話し合いしたのかな、裏で。どうなんだろう。うん。相乗効果じゃない、コラボ相手の力だけやん。だから、言ってしまえ、ペニー横田さん、今旬じゃん。だからコラボしたりとかいいんじゃない？俺、ペニー横田さんのケツの穴やれるよとか言って。ありがとう、男だよ。ああ、そう、男なんだ。それでもいいよ、もう。ありがとう。こっちもホモになっちゃった。ちょっと歯が痛い気がするな、なんか。奥歯が。うん。光全盛期の相沢と絡んでも失敗したバカだぞ。光は、すごい、知らない光って、ツイキャス時代、つら2000から3000普通に集めてたよ。一人でも。知らない？うん。嘘じゃないよね。知ってる人いるよ。金梅さんのコラボとかね。金梅さんと一番仲良かった存在でもあったし。本当に。だから普通に面白いのというポテンシャルあるはずなのに、どっかで歯止めを利かしてる光がいるんで振り切って、現状が嫌だとか、なんか積み上げてきたものとか、わけのわかんないことをプライドで持ってるんだよ。そこがね、ダメだね。ネックだね。振り切ったら絶対面白いと思うけどな。上からで申し訳ないけど。ねえ。ポーカーの時と同じ顔してるってことは、めちゃくちゃ真剣な顔で喋ってるということですね。はい。いかがさん、明日、俺、大阪環状線歩くから、お金用意しといてね、もう。罰ゲームやらないとか金渡さないとかね、わけのわかんない条件突きつけられてるから俺だけね、手渡したから。金用意しといてね、かかあさんも。歩くから明日。いや、達成できないっていうか、一日で歩けるかわからないけどね。正直ね。頑張って歩きますよ。俺、20日にはちょっと税金払わなきゃいけないんだよ。その、給料入れての税金払いだから、マジで必要なんですよ。もう本当に入り用なんで。それだけは、岡川さん、ちょっと本当お願いします。20日には絶対いるんで、それまでにはちょっと本当用意お願いします。領収書でしたっけ？用意しとくんで。収入印紙と、領収書と、割りんだっけ、用意しておきます。テロさん、お願いします、本当に。アイテム来た、ありがとう、もみじアイテム。これ、マジなんでね。あ、ピーちゃん、ナイス、ピーちゃん。ピーちゃん、大好き。うん。嬉しい。香川さんの番のお金って、山崎社長が言ってくれたのが、そのお金は、自分の、その、貯金をしなさいということを言ってくれた俺に、100万貯まったら俺に言ってきてねって、そういうこと言ってくれたんだよ。優しい男だよね。ああ、そんな言えないよ、かっこよくない？全てがかっこいいわ。言うこともその行動も。めっちゃ歯が痛い急に。明日からずっと雨？雨ちゃうだろこれ。
まあ明日雨だろうが何だろうが歩くわ。うん、とりあえず金入りようだから OK です。じゃあ、皆さんお待たせしました。本タイトルいきたいと思います。はい、とある配信者が感知、なんとあの配信者が感知しました。その人の名前はなんと、なんとヒカルの人生をサブ扱い、ヒカルの人生をサブ扱いっていうか、ヒカルでも香川さんもか、え、香川さんはヒカルのこと大好きだもんね。うん、俺香川さんヒカルのこと大好きだって伝わるもんね。ね、あの900ナイスでいいです。はい、あと32人いいですか。900ナイス1000とは言いません。900でも本体でできます。サクッと終わっちゃうんだね、これは。サクッとね。うん、本当は今回本当、あ、香川さん今日機長さんの暴露知ってます？ちなみに香川さん今起きたでしょ、知ってる？香川さん、あ、知らない、うわマジか、香川さん知らないって。ほらやっぱね、みんなこの時間起きるからすごいの。いやーもうすごかったですよ。知らないって。拡散かわいそう。いやもう拡散されてるんだから。え、今日それで閲覧5000いきましたからね。本タイトルだから内容としては、まあ香川さん聞きたいですか、ちなみに。まあ、香川さん聞きたいって、あ、聞きたい。じゃあ電話するか、香川さんに。電話いいか。今ここで言うか、じゃあ。あの、機長さんがセフレに暴露されたんです。暴露した配信元は、エキリストという方の配信者なんですけれど、エキリスト枠にセフレさんがコラボで上がって、まあ、LINE かな、まあ、通話したわけですよ。その時に、機長さんの、まあ、LINE とかそういったものが晒されたそうです。内容としては、まあ、機長さんが、まあ、気持ち悪い LINE をしていると。その LINE の内容として、精子が飲みたい、精子飲ませてあげたいとか、そういった文言を書かれた LINE を公開されたと。はい、ごっくんさせたいということですね。で、あとさらにね、聖司さんのことに対しても、まあ、邪魔とは言ってないんだけど、ニュアンス的に邪魔みたいな LINE のやり取りをしていたと。それによって聖司と機長さんにちょっと絆が、少しお時間をください、その絆がちょっとひびが入ってしまって、聖司さんが、もう少しお待ちください、聖司さんが、なんて言うんだろう、問題が起きました、やり直してください。ちょっと香川さんに連絡するわ、喋った方がいい、香川さんにね、シリが邪魔するわ。あ、香川さんお疲れ様です。お疲れ様です。多分今起きたと思うんですよ。はい、で朝方の7時頃に暴露があったんですよね、イギリスト枠で。はあはあ、で、とある配信者のセフレの方が暴露したんですけれど、それが機長さんだったと。でそのセフレの女性の方が、した暴露っていうのが、まあ、私は機長さんのセフレですと。でその内容の LINE とかも晒していて、で機長さんの LINE の中身を見ると気持ち悪い LINE だったと。なあ、それと俺その前でさ、パルさ、俺にわざわざかけてくんのってなんか俺のことを悪者にしようとしてない？してない。ちょっと待って、これ考えすぎだよ、これマジ。だからびっくりした、俺にわざわざかけてこなくなって喋、ってただけで伝わったけど、なんか俺になんか言わせようとしてる感あるやん。いやいやいや、そんなナイスナイスナイス、本当に。いや、これ香川さんマジで考えすぎです。本当に考えすぎです。俺マジで、
俺正直香川さんと通話したかったっていう部分もあるんで、喋りやすいしね。ああそうだ。さ香川さんこれマジで被害妄想、うん、妄想です。これ本当にそんなヘイト向けのために電話してないっす。ヘイト向けと配信時間をちょっとでも伸ばそうとしてるとか、そうそんなことないですよ香川さん。なんでそんな嘘つくの。時間以上待たせようっすよ。いやいや、もうじゃあ喋った後にもう僕プーって切りますよ。あのちょっと待って、どんな内容だったの。ちょっとごめんなさいね、リスナーさん何回も聞かされてる。あ、そうそう、セフレだったと機長さんの女性の方、はい、でキリストラックで暴露があって、はい、で機長さんが、そんな暴露された内容が、まあ、気持ち悪い LINE をしていたと、うん、でその LINE の内容を聞くと、まあ機長さんから、精子飲ませてあげたいと、まあそういったちょっとまあ男だったら全然精子を飲ませてあげたいっていう気持ちわかる。飲ませてあげたいって言ったの。そうそうです。もう自分のなんかその液体が何かそのフロー長寿か何かの薬のような言い方をしてるの。